ダー柳との一戦です。氷タイプのポケモンの放つ強烈な霊気に凍らされてしまわぬよう注意が必要です。ここで波乗りだ。これは有効だ。一撃でダウン。早すぎるダウンです。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでジュゴンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。鋭い攻撃、狙い的中。おっと、神秘のベールに包まれました。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで10万ボルトだ。逆転を見た。さあっとダウン。さあ一方的な試合が展開されております。ここでイノムーの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。白熱したバトルが続いております。あーっと、これは効き目十分。あー、ここでよし、両者とも大健闘です。締めの一撃が炸裂。これで勝者決定です。ここでステージクリア。いよいよ最後のジムバトルとなりました。相手をするのはスペジムの面々です。最初の対戦者はエリートトレーナーのしおりです。さて、この攻撃効果は抜群だ。おっと、眠り子な。あっと、眠ってしまった。さあこの眠りがバトルにどう出るか。おっと、ここは動けません。これはどうだ。歩く一発。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっと、まだ眠っています。この攻撃、ある一撃。さあ激しいバトルです。ここで目を覚ました。
ミタックよしヒット、あーノックアウト、さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでプリンの登場だ。白熱したバトルが続いております。あーっとこれはダメージは大きいぞ。あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ一方的な試合が展開されております。ここで謎の草の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。ここで一発、これは効いている。さあここで、あーっと眠ってしまった。おっと木の実ジュースで体力回復です。さあこの眠りがバトルにどう出るか。おっと眠っていて動けません。さあこの場面で歩く一発、おっと防御力がダウン。両者とも大健闘です。まだ目を覚まさないのか。これはどうだ、軽い一撃。さあ激しいバトルです。ここで目を覚ました。最後の一撃は炸裂。これで勝者決定です。ここで試合終了。エリートトレーナーのケイスケです。手強い相手になることは間違いなし。さあ気合を入れて挑んでほしいところ。ここでサイコキネシス、まったこれは効果的だ。おっと早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここで火の嵐の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。ここで波乗りだ。効き目十分。あーっとあっけなく倒れてしまった。さあこの強力なポケモンの最新劇を止めることはできるのでありましょうか。ここでワニの子の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。ここで10万ボルトだ。逆転をしていた。おっと危ない。さあ今度は、おっと攻撃をものともしていません。さあこの試合も大詰めだ。
これで決まるか。当たった。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。現在のところ残るポケモンは2対1。鋭い攻撃、逆転をついた。さあこれは軽く当たった。さあ熱戦が続いております。さあ一気に当たった。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。